芥川の原稿無論再生まだそんなに親しい方ではなく多分3度目くらいに訪ねたある日芥川の書斎には選客があった選客はどこかの雑誌の記者らしく芥川に原稿の強要をしていたのだが芥川は中央公論にも書かなければならないしそれにも未だ手をつけていないと言って強固に断った その割り方には望みがなく、どうしても書けないときっぱり言い切っているが、先客は断られるのも覚悟してやってきたものらしく、生半可のことで承知しないで、たとえ、3枚でも5枚でもよいから書いてくれるように、引き下がる様子もなかった。3枚書けるくらいなら10枚書けるが、材料もないし時間もない、どうしても書けないと言って断ると、雑誌記者はそれなら、1枚でも2枚でもよいから書いてくれといい。 芥川は、二枚では小説にならないと言った。先客は、あなたの小説なら、眼外が短いのであるから二枚でも、結構小説になります。かえって面白い小説になるかもしれないと言って、諦めない、一種の面白半分と兆議半分に、実際書けそうもない本物の困り方半分を取り混ぜて、どうしても芥川は書けないと言い、先客は、やはり粘って二枚説を誇示して、 何とかして書いてくれと言い張った。断る方も、断られずにいられない風が次第に見え、何とかして一枚でも書かそうという気合が、この温厚な若い雑誌記者の眉がピリピリ震えた。こんな取引の激しさを初めて傍聴したが、私はまだ小説を書かなかったから、流行作家というものの腰の弱さと、偉そうな様子に舌を巻いていた。ちょうど、 私自身も密かに小説を毎日稽古をするように3、4枚当て書いている時だったので芥川と雑誌記者の押し問答に芥川という作家がどんなに雑誌に大切な人であるかを目の前に眺めたのであるこんな頑固な断り方ができるという自信が私にはそら恐ろしかったしかも芥川の断り方は余裕があって楽に断っていて心の底から参っているとか 遠慮しているとかいうところがなく、堂々としてやっていた。実際どんなに忙しくても、雑誌記者の訪問を受けると、その日の芥川のように高飛車に断れるものではない。断るにも、どこか謝るような御長を含めるのが礼儀であった。芥川は曲実的な生命があったし、雑誌には、その2枚3枚の小説でも、刊末を飾るための晴れ晴れしさを持っていたから。 このの雑誌記者の苦慮が思いやられた最後に記者は、では来月号に執筆する確約を受け取ると、やっと座を立った。怒りも失望もしない真面目一方のこの人は、改造に今も名をいる、横関愛蔵氏であることを後で知った。その時代でもこんな激しいことあり方を誰もしていなかったし、今の時世にもこんなことあり方をする作家は一人もいないであろう。 雑誌記者は原稿を頼むときはどうかお願いするといい、書いて原稿を受け取ると、ありがとうと言ってお礼をしていく人である。その場合、作家が上手うわてのようであるが、実際は作家というものは、雑誌記者が怖いものの一人であり、一頭先に原稿を読んで、原稿がよく書かれているかどうかを決める人なのである。作家という手品使いが最初に使う手品を見分ける雑誌記者に、 いい加減な手品を突きつけるということはありえない。雑誌記者は原稿の字面を一目見ただけで、内容とか作品の厚みとかをすぐ読み分ける感を持っているから、油断がならないしおっかない人なのである。流行作家、芥川龍之介はその名前のへんてこなのが、逆効果を見せて流星を極めていた。その日、そこに居合わせた私の手前、私にちょっとくらい偉さを見せてやろうという気なぞ。 少しも持っていない、書けないものを断る真面目さと、次第に講じる婚は草を見せていた。横関愛蔵氏があれほど粘っていたのも、山本実彦氏の言命を受けていたからであったろう。厨房口論の滝田哲太郎氏ほど、芥川の原稿を喜んで読んだ人は、まれであろう。毎日3枚か4枚かを夕方使いに取りにやり、その原稿を大切にしまい込み、 有名なが叶絵のようにこれを愛武していたことは、原稿というものの歴史の上にも、これまたまれなことであった。手垢のついた指ずれの少し汚れた原稿は、かさだかに言えば、炊きたしにはランツル・ランウンの間をさまよう手に見え、一大の文学者というものの原稿の尊さを見極めた人であったろう。彼はこれを教授に裏打ちをさせ、一冊の書簡として保存していた。私はこれを一度見たが、 ああいう製本された原稿は、今はどこの誰が所有しているのだろうか、その総本には、確か、芥川は表題をいちいち書き記し,るし、滝き氏しは広大にそれが何万金の値打ちのあるものに、ひそかに思いを潜めていたものであろう。そして、それらはこの頃では実際において何万金も投げなければ、入手できないのかもしれない。芥川の原稿は、継ぎ針を施したものもあったが、 原稿紙の上で戦った漢字をよく出している「鍵」や「決死、や「はめ込み」もあって壮烈感があったスラスラと書き流しのできないためか一度書き損じると何枚も書き直しているのもあった書き損じの原稿は成功した枚数よりもたくさんあって芥川はそれを破棄しないで重ねて机の端の方に置いてあった 夏目漱石も柿尊寺は取っておいたそうであるが漱石の古事を学んでそうしていたのかもしれない1954年11月。